メディックファーストエイドは、米国の一般市民向け応急手当、教育プログラムの開発企業であり、同社が開発したシステムの名称でもある。メディックファーストエイドは、登録商標であり、応急手当法を表す、一般名称ではない。80-000名以上の指導員が、世界140カ国以上で教えており、年間50万人以上の受講生に普及している。 MFA の国際サービスオフィスは、米国、日本、カナダ、ニュージーランド、英国、オーストラリア、ギリシャにあり、それぞれがそれぞれの国で本部機能を果たしている。メディックファーストエイドでは、受講者のストレスをできる限り抑えるために、講習終了後の筆記試験や技能試験を行わない、インストラクターと正式には呼んでいるも、適度に肩の力を抜いて、 手動を行うように訓練されており、受講者はリラックスした状態で講習を受けることができる。講習プログラムは専門的知識を持たない一般の人にも習得できるように作られており、身近にあるものでできることを教え、高度なことや特別な器具が必要なことは要求しない。あくまでプロフェッショナルに患者を受け渡すまでの患者の状態悪化を抑えることが目的とされている。それに加え、 各受講者ができる限り実際に体を動かして、インストラクターの指導の下で応急手当て法を身につけることができるよう、講習は少人数で行われる。MFA では一人のインストラクターに対し最大12人までの受講者、練習用人形や練習用 AED はそれぞれ最大一つにつき6人までといった具合に、それぞれに上限を設けている。講習においては、 人工呼吸のような人形を用いてでないと訓練を行えないものを除き、実際に人を患者として用い訓練を行う。当然、患者役となり、他の受講者の訓練のために自身の体を提供することもある。他に特筆すべき点として、救護者自身の保護が指導内容に強く盛り込まれていることが挙げられる。講習では実に訓練の際には必ず手袋を装着するが、 これは実際に救護を行う際に患者の体液などで救護者が患者から何らかの疾患をもらってしまうことを避けるためである。また時には自身が救護を行わないもしくは救護を放棄し逃げる必要性も解いている。前者の例では川で流されそうになっている人を見つけてもそこに入らないこと。後者では自動車で事故を起こして負傷した人を救護している際に 他の自動車が突っ込んできそうになった場合が、例に当てはまる。このどちらにも言えるのは、二次災害の防止であり、誰かを助けようとして自分が助けを求める側になってしまい、救助の手を分散させてしまうことを防ぎ、本来救いたい相手に最大限のプロの救助が与えられるようにするものである。さらに MFA の講習では、意識がある状態で患者が体の不調を訴えている状況への対処。 救助活動の際及びその後に生じたストレスに由来する救助者に起こり得る精神的、身体的症状の事例の紹介やそれらへの対処法も扱っているメディックファーストエイド受講証明カード講習を受講し終わるとインストラクターから講習の終了を証明するカードが手渡される。これにより受講者はプロバイダーとなる。カードはプラスチック製で クレジットカードなどのカードと同等の大きさ、厚さである。また、海外でもカードの効力が保たれるよう、日本語に英語が併記されている。カードの表面には受講したコースの名称、並びに登録番号が記されており、裏面には受講者の氏名、カードの発行日、有効期限、そして指導を行ったインストラクターの氏名、署名、登録番号が記される。 なお、カードの有効期限は、カード発行日から、丸2年である。カードの期限が切れる後もプロバイダーでありたいと望む。場合には、再び講習を受講する必要がある。ただし、自動車運転免許などのような更新制ではなく、再講習後に手渡される、カードの登録番号は、それまで所有していたカードのものとは違う番号になる。また2回目以降の受講の際には、 最初に受講した際に配布されたテキストを持参すると良い。これにより受講料のうちテキスト代の分が不要となるので金銭的負担が軽くなる。インストラクターの資格も同様に有効期限があり、インストラクターも同様にインストラクター資格の継続のために所定の講習を受講する。この仕組みにより MFA プロバイダーの質は一定レベルに保たれる。他に スポーツ MFA、アドバンスド MFA、血液感染性病原体プログラム、AED など、受講証明カードや講習テキストに、メディックファーストエイドが、メディックファーストエイドインターナショナル、インクの所有する商標である旨が記されている。ありがとうございます。